んは。今夜も始まりましたミュージックファンアイビー、音楽プロデューサーの蔦谷浩一です。佐藤ノアです。そして今週もお呼びしてますマンスリーゲスト、ラジオパーソナリティの藤田匠さんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、なんとノアちゃん、はい、新曲をリリース、ワンルームラブっていう曲をリリースしました、はい、作詞作曲自分でしてるというしました。今回がセカンドシングルになるんですけど、うん、前回初めてやって、私バンドを4年間やってたんですよ、うん、でその時はあの作曲していただいてたんですね、うん、で作詞だけしててって感じだったんですけど、作曲してみたいなと思ってやってみました。どうやってやったの作曲？もうコード、好きなコードをバーってあのピアノで弾いて、うん、でそれでそれにあの鼻歌でもうんって乗せてって、でまあ編曲はあの他の方にしていただいてるんですけど、うん、で編曲の方に送って、うん、でまあ戻してもらって、あもうちょっとこんな感じにしてくださいとか、うん、やり取りして、そうですね、コードからなんかメロをベーってつけて、はい、いやでもなんかノアちゃんのイメージが、はい、まあ初対面このねルックスとその SNS のイメージとかあったけど、はい、あ、いろいろ話してたら、はい、もうパンクロッカーなんですよ。でも、ありがとうございます。そういう感じじゃなくて、はい、すごい可愛い曲だったから、はい、俺の知ってるノアちゃんどれなんだよみたいな。私 J-POP を聴いてこなくて、あんまり、うん、ロックみたいな、うん、ロックしか聴かねえみたいながあったんですけど、ちょっと私 J-POP 好きだなって最近思って、 J-POP やりたいなって思って、可愛い音楽をやりたいっていう気持ちになったので、うん、ちょっとそっちに振りたいなって思って今回は曲作りました。いやでも楽しみですね、はい、これから2021年、はい、2021年ちょっとネクストブレイクになれるように頑張ります。さあその作詞作曲された新曲の、はい、ミュージックビデオが見られるということで、はい、じゃあせっかくタイトルの振りをしてもらってもいいですか。はい、それでは聴いてください。佐藤ノアでワンルームラブ。年間100本以上のライブに足を運ぶという藤田さんに2021年ネクストブレイクアーティストを紹介していただきたいと思います。ほら楽しみ、うん、100本以上ってもう大体ですよね。もう本当に、ね、3、4日に1回っていう、うん、そうですね。1日2本見たりもするんですか？はしごしたりしますね、いやすごい2021年ヒットしそう、話題になりそう、うん、売れてほしいアーティスト、まあこれは期待込みでもね、うん、もちろん大丈夫なので売れてほしいアーティストを紹介していただきたいと思います、うん、はい、まずトップバッターで僕が選ばせてもらったのは、はい、KROI、はい、クロイというアーティストで、これは彼らの今のところ代表曲である、はい、ホーンという曲を聴いていただきたいと思います、聴いてみましょう。なるほど、かっこいいです。どうですか？アイズレイブラザーズですね。これは元ネタはギターの音色もアイズレイブラザーズのこれザットレイディっていう曲があるんですけど、その途中のソロの音色もそうですけど、はい、多分すごいオマージュですよね。読み解きますね。暴かれてますね。彼らの曲の中では多分一番速い曲で、もうちょっとミディアムだったり、ラップを織り交ぜてたりと、イメージ的には。ちょっとサチモスっぽいかなって思われるかなと思ってるんですけど、うん、本人たち的にはレッチリが好きだったりとか、まあ、ラップも織り交ぜたりとか、またちょっとあとクロイっていうバンドの名前も含めてブラックミュージックが大好きだったり、うん、スティービーワンダーが大好きだったりっていう、結構いろんな音楽性を散りばめることができるメンバーで、ボーカルのリョウ君があの天性のリズム感があるんですよね。ステージ上の身のこなしが
そのリズミカルだったりとかでギター弾いて歌うこともあれば、もうラップやかましたりだとか、とにかくいろんなことができる。何人バンドなんですか？5人組なんです。でバンドの歴史の中では比較的最近入ったのが、ピアノの、千葉くんはちょっと客観的にバンドを見る立場をやったりだとか、もちろん感性を、ね、ピアノで理論に落とし込むこともできるんで、かなりこれノリもいいし、そうですね、音楽を分かってるメンバーもちゃんといるし、ということで、面白く賑わせてくれるんじゃないかなと思っております、こんなグルービーな音楽がヒットしたら最高です ね、めちゃくちゃいいですね。続いてはですね、またガラッと変わって、古川沙羅さんというシンガーソングライターで、迷い花という曲にビビッときたんで、ぜひ聴いてもらいたい。聴いてみましょう。いい声ですね。気持ちいいです、耳が。この声がもう、声すごいですね。ひと聞き惚れってやつですね。僕がおすすめしているアーティストの中では一番、まあ、最近、去年の本当年末にかけて初めて知ったアーティストなんですけど、その時は秋の月という秋の曲を歌ったんですけど、吉澤佳代子さんのあのファルセットって言えば分かっていただけると、独特の裏声をこう語尾につける感じ、裏返る時にね、そうそう、それがすごく特徴的で、まずそこにやられたんですけど、彼女バイリンガルでもあるんで、ニューヨークかな、海外に住んでた、アメリカに住んでたこともあるので、向こうの洋楽っぽい雰囲気も持ってるし、日本のフォークっぽい音楽も持ってるし、王道のシンガーソングライターとしての曲もあるし、結構何でもできる。カントリーっぽい感じの行動使いというか、あんまりこう動かない、俺だったらこっち行きたいなっていうドラマチックしたいなと思うんだけど、そういかないところが彼女の声の良さをより出してるっていうか。さあ続きまして、はい、これもまたジャンルがまた変わります、シックボーイ、曲はヘブンズドライブ、まあもう皆さんご存知のっていう感じになってきてますけど、でもすごいですよね。いや、かっこいいです。いよいよそれこそラルクアンシエルね、ヘブンズドライブ分かると思いますけど、ラルクアンシエルが好きな人がこういうスタイルの曲をこんなかっこよくまとめ上げるところまで日本の音楽来たかと思うと、昔からやっぱヒップホップずっと好きなんです、90年代からずっと日本の日本語ラップって言われてた時代からヒップホップ聴いているので、こんなかっこいいことになるんですかと。面白いよな。だから US でいうそのエモラップが、あのカート・コバインとかそういうのを聴いたことがない、生まれる前の音楽だった子たちが、なんだカート・コバインかっけえなっつってトラップに取り入れたりしたのが、まあ 3,4 年ぐらい前とかからあったじゃん、そういう動きが。で、あ、じゃあハイドさんに憧れてた子が今ラップをやるとこういう風になるんだみたいな。すごいですよ。すごいですよね。また百花繚乱なんで、ヒップホップシーンは、ね、フリースタイルがうまいガチなラッパーもいれば、メロディアスなラッパーがいたり、でポップな、それこそ、ね、ファンモンだって大ブレイクしたし、ケツメイシだってみたいな、こういうシーンもあるけれども、いろんなところで今までちょっと想像だにしなかったような広がりを持って、そのシーン全部がそれぞれかっこいいやつどんどん出てくるっていう。ここはでもなかったですよね。ですよね。これやった人いないですよね。なんかもっとミクスチャーみたいなラップやってた人いるけど、はい、いわゆるこうラルクみたいなのを影響受けてこういう風になるんだみたいな、ね、ちょっとその驚きも含めて、ちょっと J-POP シーンでね、これたくみさんのあれで申し訳ないですけど、俺もうすごい好きで、このトラックメーカーの KM 君っていうのがめちゃくちゃすごいと思うんですよ。2020年、チャートにそのガッて出てるところじゃないところで僕は無双してたなと思ってて、もうすごかったですね。なんかあのデンガリューのプロデュースもそうだったし、あとはあれですね、ケージュ と、JJJ のプロデュースもしてて、トラックがもう全部いいんですよ。多分何でもできるタイプで、DJ やってたんだけど子供の時にバイオリンやってたりとかで、多分ちゃんと音楽的理論とかそういう基礎があった上で、フロアをちゃんと知ってるっていう人なんで、最強じゃないかなと思ですね。こっからさらに多分、まあ、2021年さらに飛躍するプロデューサーだと思います、ね。4組目は、はい、やはりバンドものを選ばせてもらいました。名前がまずユニークなんですけども、エゾシカグルメクラブ。北海道とは関係ないですか？エゾシカグルメクラブフロム北海道ではないんですよ。なんでなんだろう。それだったらちょうど良かったんですけどね。これそうですよね。鹿どっかで食べて美味しかったのかな、なんかそんな感じがしますね。曲はですね、猫と占いとかぐやという、これまたちょっとユニークなタイトルの曲を聴いてください。うわーかっこいい、かっこいい。
あー、かっこいいですね、すごい。エゾシカグルメクラブ、一癖あるバンドなんですよね。知らなかったです。ちょっとユニコーンみたいな感じもありますね。さすがですね。奥田民生さんユニコーン大好きなんですよ。やっぱそうなんだ。だからちょっとフジファブリックっぽくもあって、ちょっとわかる。でもそういう意味でユニコーン好きだっていうバンドも結構信用できるというか、ブレイクするバンドも多い。最近だとね、マカロニ鉛筆もそうだし、そうですね、民生さんにやっぱ影響を受けているユニコーン大好きで、服部という名前をつけるボーカルがいるぐらいですから、そこにルーツを持つ人たちが持つそのユニークさとか、ちょっとひねってるけどポップに聴かせるとか、で他の曲だとドラムがえぐかったりとか、実はドラマーもまた一癖あるドラムを叩くので、すんごいいろんなアイデアを散りばめるんですよね。演奏うまいですよね。そうなんです。ユニコーンもみんなうまかったけど、なんかそんな雰囲気ありますね。これまた全然ガラッと違う曲も、作品の中に入ってるので、そこにまたその楽器隊のえぐみみたいなのを感じてもらったり、その細かい音の演出を感じてもらえたりするので、本当に引き出し多いなと思って。知らなかったっす。これちょっとちゃんと聞いてみよう。よかった。後で。すごい面白い。よかった。ということで、はい、注目の4組を4組。いや、はい、注目ですね。ありがとうございます。目離せないですね、この後。2021年。はい。いや、来るんじゃないですか、これ。この番組でまた匠さんが紹介しちゃったら。あら。はい、それではお時間なんですけれども、はい、藤田匠さんには来週もお付き合いいただきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ今週はここまでということで、また来週よろしくお願いします。おやすみなさい。おやすみなさい。